私の地元にはいくつかの心霊スポットがある。高校の頃、心霊写真でも撮りに行くかと友人数人で行った時の話。自分の体験だから地名さらすけど、駒狩園という廃ホテルに行った。床が抜けてるという話なので昼過ぎくらいに行ったんだ。中に入ると廃墟独特の暗い雰囲気が漂う。玄関からロビーに抜けたところで友人 A が、何か足が重いんだけどと言った。誰も信じなかったが、その時に気づくべきだっただろう。ここは本物であると。それから隅々まで見て回り写真を撮った。体の異変というものは A 以外誰も感じず、そのまますぐに現像した。その写真の半分以上に何か異変が見られた。まずは上半分が真っ赤になっている写真、そして天井から目のようなものが見える写真、白いもやが一面に写った写真、そして一番恐ろしかったのが、友人一人の指がおかしいのだ。何かぼやけているように見える。よく見ると一本の指の関節が一つ多い。明らかに第一と第二の間に一つある。まあ霊障などはなく幸いだった。後日そこでロケした映画に霊が映るという騒ぎもあった。今は取り壊され公園になる予定だった。3年経った今、工事中のまま放置されている。